ドライゼ銃は1841年にプロイセン軍に採用された軍用小銃であり、世界初の実用的ボルトアクション小銃である。この銃はプロイセンの銃口であったヨハンニコラウス・フォン・ドライゼによって発明された。開発は1824年に始まり、数多くの試作を経て1836年に完成した。 この功績により、ドライゼは1864年に爵位を与えられている。先進的すぎる存在だったため開発当初はほとんど注目されなかったが、1860年代のプロイセンが国土拡張に転じたことによって、幾多の戦場でプロイセン軍を勝利に導く原動力となり、その名声を全世界に轟かせた。ドライゼ銃は、 長い激震が、神聖薬莢を貫いてたまぞこの、雷管を撃破させる撃発機構、及び弾薬から、ドライゼの、ニードルガンとも呼ばれ、日本ではヒバリ銃、または、ハリダ式、激震銃。旧日本軍の公文書にはドイツ語のズンドナデルギュールの、発音、ツユントナーデルゲベアから、広シ式、ツンナール銃と記されている。広戦争で、 プロイセン皇太子の激励を受ける兵士たち、多くの兵士が、ドライゼ銃を手にした姿で描かれている、第二位帝政を象徴する、最新兵器であり、ドライゼ銃とは、対照的に敗戦まで、機密のベールに包まれていた、ミトラユーズ再発砲ドイツ帝国の樹立宣言は、占領されたベルサイユ宮殿で行われた、1871年、前操銃が主流であった当時、 ドライゼ銃の先進性は、他の、どんな銃器と比べても飛び抜けた存在であり、これを装備して躍進したプロイセン軍は、先進的な軍事技術を有した軍が優位に立つ、典型的な例の一つだったと言える。この銃は、いてが、地面に伏せた姿勢で敵の弾丸を避けながら、一体化した、薬莢で簡単に、再装填を行って、射撃姿勢を維持しながら前奏銃とは、 桁違いの速度で持続射撃を続けることを可能とし、その普及は太古から一貫して立って歩き立って射撃する存在だった不評の運用を戦場で補服前進する存在へと変化させてしまった。この新兵器は1848年からプロイ戦軍で徐々に配備が始まり、1849年に ドレスデンで発生した5月暴動の紫外戦において初めてプロイセン軍によって実戦使用されたが1848年のベルリン暴動で武器庫から多数が盗まれてしまったためその機密が維持されていた時期は短かったプロイセンの台頭とともにプロイセンと同盟した他のドイツ各州にも普及していったが保守的だった多くの欧州諸国の陸軍は ドライゼ10の神製薬教にも五葬式の優位性にほとんど理解を示さず、1860年代にプロイセンが対外膨張へ転じるまでの長い期間、ドライゼ10は過小評価され続けていた。プロイセン以外では唯一五葬式小銃への感想を進めていた英国以外の欧州諸国は1864年の第二次。 シュレースビヒホルヒタイン戦争によってドライゼ銃の存在によりプロイセンの連合軍が驚異的な戦力に変化していることを知った。続く1866年の広島戦争においてドライゼ銃は最大の活躍を見せた。先込め式銃を使っていたオーストリア兵が射程では勝っていたが一発を撃つために立ったままの姿勢で示談を再装填するまでの間に プロイセン兵は5発を地面に伏せたままで発射し、敵を投げ払ったのである。この様を現地で見ていた外国軍の艦船部官は、ニードルガンは王者だと表し、その様子がフランスへ伝わると、敵兵の主体の山を前にした、ニードルガン発明者が、貴色の笑みを浮かべている、風刺画が描かれた。純同盟関係にあったオーストリアがプロイセンに、 惨敗し、ドライゼ銃の性能を知って愕然とした。フランス陸軍は、ドライゼ銃を研究、改良したシャスポー銃を1866年に、急遽採用した。双方が、紙製薬卿を使用する小銃で戦った戦争となった1870年の不屈戦争では、ドライゼ銃に対して、倍の射程を誇るシャスポー銃や、ミトライユーズなど、 各種の新兵器を装備していたフランス軍が圧倒的な優位に立っているかに見えていたが、フランスより巧みに新技術と組織を活用して周到に戦争準備を進めていたプロイセン軍の前に地震過剰だったフランス軍はあっけない大敗を喫した。フランスに勝利したプロイセンはドイツ帝国へ発展し、1871年にドライゼ10のボルトアクションを継承。 発展させ、現代式銃器と同じ金属薬莢を使用する、モーゼル M1871 ライフルを、最初の陸軍製式小銃とすると、プロイセンの勃興を支えた、ドライゼ銃と紙製薬莢は30年に及んだその、役割を得た。また、ドライゼ銃の紙製薬莢は、金属薬莢が主流となるまでの間、最も実用的な一体型薬莢として、 世界的に普及し、これを使用する回転式拳銃やレバー式の閉鎖機構をつけた、娯楽用途の銃などが模倣品や改造品を含めて多数製造された。ドライゼは前装式銃の撃発機構がフリントロック式から大艦式へ移行して行った時期に最初の針打ち式銃を試作した。精密射撃を可能にする。 ライフル重心は16世紀に実用化されていたものの、角石式の撃発機構は着火時に大きな衝撃を銃に与えてしまうため、精密射撃は熟練した相手にしか行えない曲芸だった。角石式よりも、はるかに小さい衝撃と短いタイムラグで着火させられる。雷冠式は、ライフル重心と組み合わせることで、誰にでも精密射撃を可能にさせる。 新技術として、また雨や湿気に強い雷光の利点や、発射時に、角石の先行を発しないとの利点から急速に普及した。典型的なサイドハンマー式の外観角石式が、射撃の精度に与えていた悪影響が取り除かれると、残された問題として、伝統的なサイドハンマー式撃発機構の弊害が認識され始めた。 当時の前装式銃の撃発機構は、多くの雷艦式銃が、角石式を改造して製造されていたために、角石式の撃発機構である、サイドハンマー式がそのまま継承されていたが、重心の中心軸に対して、大角度で打撃を加えるサイドハンマー式は、軸線の安定に干渉していると認識され、始めていた。また、ニップルと呼ばれる重心につながった枝状の、 小さなパイプに、さらに小さな雷管を被せる、作業の困難さと、激発時に、しばしば雷管が破裂して、一ての目を傷つけてしまう事故は、サイドハンマー式で利用されていた、雷管式が、新たにもたらした深刻な問題であり、新しい激発機構への模索が始まっていた。ドライゼはこれらの問題点を解決する方策として、最初の全装式ニードルガンを試作した。 この銃は、重心の中心軸線上で前後に動作する、長い針を、コイルスプリングによって前進させ、弾丸底部の中央に取り付けられた雷管をついて、着火させる構造で、重心中心軸線への振動は、最小限に抑えられ、雷管は、弾丸と一緒に装填できる上に、撃発のプロセスは密閉された、重心内で完結するため、一定の危険は減少した、 このアイデアを成功させたドライゼは、さらに弾丸、大艦、黒色火薬を一体型させた、紙製薬鏡を試作し、これを、重口からではなく、銃尾から装填し、看合式のボルトで閉鎖するアイデアと、長い針による激発機構をボルトに内蔵させる、アイデアを追加したことで、後にボルトアクションと呼ばれ広く普及した、閉鎖、激発機構の実用化に成功した。 1860年代まで使用されていた各種の一体型薬鏡。左、ドライゼ重要、紙製薬鏡中、シャスポー重要、紙製薬鏡右、スペンサー連発重要、紙製薬鏡の内部構造を左、ドライゼ用右、シャスポー用、ドライゼ銃に使用された弾薬は、弾丸、雷管、黒色火薬を、紙製の薬鏡で一体化させたもので、 実用薬莢としては最初期のタイプである。直径 15.4mm の弾丸は、周囲を紙製のサボと呼ばれる、干渉用パーツで覆われている。サボは、発射時に弾丸と重心内のライフル口の間に、挟まることで弾丸に回転を与えるとともに、隙間を塞いで前方へのガス漏れを防いで威力を保ち、同時に弾丸の鉛が、重心内部のライフル口に付着。 堆積して命中精度を落としてしまうことを防いでいる。また、サボの底面には雷管が装着されており、その後ろには 4.8g の黒色火薬が充填され、薬莢の先端は巻かれて乗り付けされ弾丸が脱落するのを防いでいた。発射する際には長い激震が紙製薬莢の後端を突き破り、 火薬を貫きながら前進して、雷管を撃って着火させる。また空砲も存在し、弾丸を持たないため実砲より短く軽いが、その構成と薬量は、実砲と同等であった。すでに完成された、ボルトアクション銃を見慣れた、現代人の視点からは、ドライゼ銃の右上肩に直立した、ボルトハンドルや AK、AK-47 を思わせる長いレシーバーは、 キーに見える。しかし、その基本構造は、すべてのボルトアクション銃と共通した存在であり、19世紀前半にこれだけのコンセプトを実現したドライゼの独創性は、比類ないものと言える。ドライゼ銃が確立した、ボルトアクションは、ボルト操作だけで射撃に必要な操作がすべて完結する、画期的な機構であり、単純な操作で連続した射撃が可能だった。 ドライゼ10の重心及びレシーバ部は一体化しており、ボルトから突起したハンドル部の根元が、レシーバ上部の突起と看合することで、薬室は閉鎖されている。この状態からボルトを左に回せば閉鎖が解かれ、さらに後方に引くことで薬室が開き、新たな弾薬を装填することが可能となる。再装填後に、蒸気の操作を逆に行うことで、閉鎖状態に戻すことができる。 ボルトを戻す際には、雷管に打撃を与える激震に、スプリングのテンションが蓄えられて、時弾の撃発準備が整う。ドライゼ銃は、金属薬莢が存在しない、時期の誤層式銃であるため、重心鋼担の閉鎖はボルトを押し付けて密着させる、ことで行われていた。重心鋼担はすぼまった形状のテーパーが付けられて、折り、これと、緩合させるために、 ボルトの先端内側は、ロートのように傾斜している。また、ボルトの根元が緩合する、レシーバ上部のロック部突起には、傾斜が付けられ、ボルトハンドルを右に回して、閉鎖位置に戻す過程で、ボルトの先端は、傾斜に沿って重心に強く押し付けられ、重心後端とボルト先端の傾斜は互いに密着する。 この密着は金属同士のすり合わせであるため徐々に摩耗したが、ボルトをさらに右に回転させることで継続して密着を維持できた。長期の使用によって、傾斜面に発射ガスによる腐食が生じて感激が生じると徐々にガスが漏れ出すようになったが、重心鋼担とボルトの密着面が傾斜しているため、ガスは重工側へ向かって噴き出すよう誘導され、 看護部もいての顔面から離れた場所に設けられており、直接ガスにさらされることがないよう配慮されていた。ドライゼ銃のボルトアクションは、プロイセンのライバルだったフランスが、シャスポー銃を呼び、グラース銃として模倣、改良し、日本の村田銃はこれを、さらに模倣、改良している。その後、ドライゼ銃に触発された各国で、ボルトアクションの改良が続けられ、閉鎖。 激発、安全装置のタイプによって、各種のバリエーションが生まれ、ドイツのモーゼル式、イギリスのリーエンフィールド式、ロシアのモシンナガン式、日本のアリサカ式などが開発され、おおむね19世紀末までに完成され、現代に引き継がれ、軍用、民生用として幅広く利用されている。ドライゼ銃は、実戦で使用された後装式軍用小銃として、最初期のものだったが、 多くの利点と同時に、数々の欠点を有していた。重心交担の閉鎖が、前操銃ほど堅牢ではないドライゼ銃は、あまり高い空圧には耐えられないため、使用できる黒色火薬の量は、当時の前操銃より少なく設定されていた。このため、ドライゼ銃の射程距離は、当時の前操銃より短く、プロイセン最大の脅威だったフランス兵が使用した。 あと装式車スポー中の半分しかなかった。また、連射を続けると、黒色火薬のススが、ボルト先端に付着して、ボルトを完全に閉じることが難しくなり、大量のガスが漏れ出して、威力の低下を招いたため、ドライゼ10は、概ね60から80発ごとに、重心やボルトにこびりついたススを掃除する必要があった。もっとも、 1> 兵一人が傾向する弾薬はこれより少なかったため、これは実際にはさほど大きな問題ではなかった。ドライゼ10の紙製薬莢に使用されていた黒色火薬と雷光の燃焼ガスはともに腐食性が高く、発射後の手入れを怠れば、重心とボルトの看合部はすぐに腐食してしまい、時としてひどいガス漏れが発生して、いての手や顔に火けを負わせた。雷管が、 弾丸の後ろに置かれていたことは、推進薬である黒色火薬への二次着火を確実にしていたが、細くて長い激震が薬室の中に入ったまま燃焼する黒色火薬の中で高温高圧に直接さらされてしまうため、200発も撃つと激震は脆くなり、折れやすくなってしまった。激震が折れてしまった場合には、ボルトを分解して、 激震を交換するまで銃は使えなくなるため、兵士には予備の激震が2本支給されていた。また、ドライゼ銃のボルト先端内部には大きな溶石の空間があり、ここに流入したガスとススがこびりついて、激震の動作を阻害するというデザイン上の問題点もあった。プロイセンの勢力拡大とともに、 威力を増して装填スピードを高めた改良モデルである1862年型ドライゼ銃も採用されたが1860年代になると不仏間の軍拡競争とは無関係に完成形の薬莢であるボクサーパトロンと前装銃を改造して再利用するコンセプトのスナイドル銃がイギリス軍に採用され不仏戦争の終結で欧州が 一応の安定期に入った1870年代以降、神製薬莢は過去のものとなり、急速に金属薬莢に置換されていった。ドライゼ10の名声が欧州全体に広まり、多くの追従者が生まれたのは、プロイ戦軍が幾多の戦役で勝利を収めた1860年代に入ってからのことである。 ドライゼ10の配備を自国と同盟国に限定し、その構造を軍事機密として取得しようとのプロイセン軍の試みは、配備が始まって間もない1848年の3月革命で、軍の兵器庫から多数のドライゼ10が盗まれたことから早々に、ついえてしまった。最も早く1850年にドライゼ10の模倣を試みたのは英国だったが、 その得意な構造を理解するのに必要な投品のサンプルはすでに多数流通しており、多くの軍事技術者にとってドライゼ銃の構造は特別な知識ではなく、ほぼ同時期の日本でも洋学者たちはテキストから同じ水準の知識を得ていた。民間企業の経営者だったドライゼ自身も民生市場向けに多数の紙製薬卿仕様の火器を販売しており、 遠く離れた米国ですらドライゼの紙製薬莢用に合わせて改造された回転式拳銃が市販されるほどの成功を収めており、一時は最も普及した一体型薬莢の代名詞ともなったドライゼ銃はその欠点とともに広く知られた存在となっていた。5層式ドライゼ銃と紙製薬莢の登場から、これに欧州各国の軍が興味を抱くまで25年、 近くもかかった理由は、一重に全操縦と比較して、ドライゼ銃の射程、威力が劣っていた点にあった。こうした欠点を差し引いても、ご葬式である、ドライゼ銃に、多大な軍事的メリットがあることが理解されるのは、プロイセン軍が、幾多の戦役で勝利を収めてから、ようやくのことであり、ドイツにおける、武器生産の中心地だった、ズールシア、イタリアロシアで、 独自の改良を加えられた模倣品が製造されたが、最も完成度の高い改良型は、プロイセン最大の脅威だったフランスで製造された、シャスポー銃だった。ドライゼ銃の工場で土手として働いていたヨーゼフ、ドルシュが独立して、1857年に、ズールで自らの工房を開き、ドライゼ銃の閉鎖機構を独自に改良した。 神製薬莢を使用するボルトアクション式小銃の試作品を制作した。ドルシュはスポンサーとしてプロイセンの軍人貴族だったクラーマー・フォンバウム・ガルテンをパートナーとしたため、その試作品は後にダーシュフォンボン・ガルテン銃と呼ばれた。同銃のボルトによる閉鎖の構造はドライゼ銃よりもシャスポー銃に近く、ボルトは 重心後端内部に挿入される構造となっていたが、銅銃のボルトには、シャスポー銃のようなガス漏れ防止のための仕組みはなく、紙製薬莢の基部にグリスをまぶしたフェルトが置かれ、発射時の圧力で、ボルトに押し付けられたフェルトがガス漏れ防止パッキンの役割を果たすようになっていた。また、ドライゼ銃や他の多くの5層式銃と異なり、銅銃のレシーバーは、 重心の後部を切り開いて製造されていたため、加工が難しくなり、ぶどまりが悪くなるためドライゼ10より高価だった。道銃は1862年にシャウムブルクリッペ広告軍によって採用、配備されたが、使用された弾薬は、道銃専用のガス漏れ防止のフェルトパッキンのない、ドライゼ10と共用の弾薬だったため、ボルト先端と重心後端が密着する。 ドライゼ10よりガス漏れがひどい状態となった。このためドルシュは薬莢の後端に円盤型の薄いゴムを貼り付けてガス漏れを防ぐ工夫を提案したが、これは高価なゴムを使い捨てにするため現実的な方法ではなく、後発のシャスポージュがボルトにゴムリングを装着して完全なガス漏れ防止を実現したのと対照的にそれ以上の発達を遂げることなく消滅し、 世界的に現存数は極めて少ないが、日本国内には不評型が、両前歴史館と個人像の二丁、騎兵型が一丁確認されている。ズールの重工であるカール・アウグストルックが1865年に製造した銃で、英国のスナイドル銃と同様に前装銃を五装式に改造するための案として試作された。スナイドル銃と異なるのは弾薬が、 ドライゼ式の紙製薬莢である点と、激発機構に前操縦のサイドハンマー式を流用せず、ドライゼ銃をさらに改良したボルトアクション式を採用している点で、サイドハンマー式の激発機構を収納していた、サイドプレート部分は埋め木で塞がれていた。重心後端とネジ結合されたレシーバ部分は、前操縦の重心後方と、 同程度の太さでまとめられており、全体的に構成のボルトアクション小銃のように、細身の形状となっていた。ボルト本体は、ドライゼ銃のそれより細く、側面に2箇所のロッキングラグが突出しており、さらにボルトハンドルは傾向中に邪魔にならないよう、折りたためる工夫が施されていた。また、ボルトによる、閉鎖の構造はさらにシャスポー中に近く、ボルト先端には、 シャスポー銃に先駆けて密閉用のゴムリングが装着されており、ほぼ同じ構造を実現していた。フランス軍が1866年に採用したシャスポー銃は、紙製薬莢を使用する点とボルトアクション式である点はドライゼ銃と共通だったが、ボルトによる閉鎖、撃発機構とボルトが重心後端内部に挿入される形状へ変更されている点は、 上述のドルシュやルックによる先行改良型に酷似しており、シャスポー技師がこれらの構造を参考としていたことが伺える。シャスポー重最大の特徴は、ルックの発送したボルト先端のガス漏れ、防止用ゴムリングをボルト外周まで大型化し、薬室内の火薬の燃焼に直接さらされる部分には、大型のボルトヘッドが取り付けられ、 発射時のガス漏れを完全に防ぐことに成功していた点である。ガス漏れを封じたシャスポー銃は火薬量を増やしつつ昇降を経過することで射程、威力、弾道特性ともに前奏銃やドライゼ銃をしのぐ水準を実現していた。また、紙製薬莢内部の雷管を薬莢後端に移し、激震が。 火薬の燃焼にさらされる部分を短くして、焼損を防ぐ改良を施していたが、このことが不発を多発させる原因となってしまい、激震先端は、ドライゼ銃同様に焼損でもろくなる現象を防げず、結果として、アイデア倒れに終わり、シャスポー銃は、採用から8年足らずで、金属薬莢を使用する、グラス銃に改造されてしまっている。 18世紀後半1840年代にかけて、英国のファーガソン小銃、米国のホール M1819 小銃、ノルウェーの仮面ラデル M1849、55、など、代表的五相、銃、いくつかの五相銃が存在した。これらの五相銃は、銃身とは、独立した薬質を持つ、五相銃であり、ドライゼ銃と比較してもあまり意味がない存在である。 幕末期には様々な様式銃が日本に流入したが、ドライゼ銃も例外ではない。ドライゼ銃は開国以前から閉学のテキストに最新式の誤送銃として記載されていたため、その存在は多くの洋学者に知られていたが、開国後のオイレンブルク施設団で実物を観察することができた。また、文久圏王施設は現地で性能調査を行い、 横浜佐工団パン使節団では特別任務としてベルリンでの購入が計画されていたが実際に日本へ輸入されるようになったのは上海から日本にやってきたプロイセン人のスネル兄弟が活動を開始した1860年以降のことであるその後明治新後になって徳川御三屋の一つである奇襲藩が津田いずる、む等の指導下で 独自の徴兵制とプロイセン軍制を導入し、カール・ケッペンを軍事顧問に招兵するとともに、ドライゼ10はその出装日として、大阪のレーマン・ハルトマン商会から購入されたと伝えられており、廃藩置県が断行され新生日本陸軍が誕生した後、奇襲藩から政府が弁済購入した兵器類の中にドライゼ10が多数含まれていたことを示す記録や、 同伴が独自に交渉を設置していたことを示す記録などが確認されている。ドライゼ銃は日本陸軍の主装備とされたスナイドル銃や幕府から継承されたシャスポー銃と共に台湾出兵や西南戦争などの戦役で使用された後、村田銃の採用以降は射撃訓練用、電信、砲兵等の広報部隊に使用され、最終的には 強連銃として払い下げられたり、銃剣術の訓練用に改造されて使用されたほか、千島列島、占い森島への入植者の申請を受けて、ご信用に販売されていたことなども記録されており、最終的に廃棄処分となったのは、明治30年代になってからのことだった。ありがとうございます。